ジャック・ド・ゴ・ワイオン・ド・マティニョンは、ブルボン朝時代フランスの貴族。モナコ女皇、ルイーズ・イポリットと結婚し、彼女の死後2年ほど、モナコ皇、ジャック一世として、モナコを統治した。トリニー伯爵、ジャック・ド・ゴ・ワイオン・ド・マティニョンとシャルロット・ド・ゴ・ワイオン・ド・マティニョンの間の息子。リック軍元帥、シャルル・オーギュスト・ド・ゴ・ワイオン・ド・マティニョンの老いにあたる。 モナコに対するフランスの影響力を強めていたルイ14世王によってモナコ区下の女子相続者ルイーズ・イポリットの婿に選ばれる。二人は1715年10月24日に結婚しマニック人の子を設けた。ジャックが多くの女かけを囲いベルサイユ宮廷での華やかな暮らしを好んでモナコに滞在することが稀だったため夫婦仲は良くなかった。 1731年2月に、シュート・アントワーヌ一世以降が死ぬと、ツマル・イーズが行為を継承したが、彼女は同年12月天然島に離患し休止した。家父のジャックが行為を引き継いだものの、国事にまるで関心を示さなかった。そのため、モナコ住民の不満が高まり、ジャックは1732年5月国外退去。 余儀なくされ、翌1733年に、息子のノレ三世に上位した。ジャック一世は余生をベルサイユとパリで過ごした。フランス王室の演者の一人、メーヌ姫こと、ルイーズ・フランソワー,ーズ・ドブルボンとの再婚話があったが、結局実現しなかった。ありがとうございます。